どうも皆さん、おはようございます。タベール、手札の魔法カード見せつけて害悪、リュウです。さあ、本日もデュエルリンクスラジオのお時間がやってまいりました。本日のテーマはこちら、いい加減実装しろやカードランキング魔法カード編。こちらですね、またちょっとあの視聴者さん の, あのリクエストにお答えしてやっていく企画となっているんですが、あの魔法カードをいろいろ実装されてきましたが、デュエルリンクス、あの本当にいい加減実装してみたいなカードあるんですよ。本日はこちらの私の独断と偏見により第3位から発表していきたいなと、思っておりますので、最後まで、お付き合いください。それではまずは第3位、儀式の下準備。どんだけ儀式に冷たいの。もっともっとアドソンテーマなんだからね、そろそろ来てくれていいんじゃないかなと思うんだけども、儀式の下準備っていうカード、ま、正直ねちょっと強いんだよ。でもぶっちゃけ強いの。効果は、デッキから儀式魔法をサーチして、でその儀式魔法にカード名が記されている、儀式モンスターをデッキからサーチするっていう、デッキか墓地からサーチするっていう。だからね、1枚が2枚になるっていう爆アドっていう、まあ、カードなんだけど、儀式ってそもそもなんですけども、大体あのアドソンでしょ、儀式する場合って。だから1枚が2枚になったところでそんなに強くはないんだよ、そこまで。で注意点として、この魔法カードってモンスターの名前がちゃんとその儀式魔法に記されていないとあのサーチできないんですね。例えば機械天使の儀式とかはサーチできないんですよ。あれ実はサイバーエンジェルモンスターって書いてるんで、それね名称指定じゃないからカテゴリー指定になっちゃってるんでサーチできないとか、あとカオスフォームとかもそうだし、カオスモンスターとかって書いてあるからね。あと高等儀式術とか持ってこれないんですよ。だから意外とかゆいところに手が届かないカードではあるんです、このカードって。サイバーエンジェルのサポートとかにはなってないし、もともと儀式がない、まあ、メガリスとかのサポートにもなってないんで、あんまりね、あのそういうね意味ではあのなんだろうな、全儀式デッキに入れられるかって言われるとそうじゃないの、このカードって。ただね、一つの懸念事項としてはやっぱね、ベンデットっていう、まあ、そこそこ強い儀式が今デュエルリンクスにも来てるんですけど、ベンデットがそのボーンとスレイヤー両方持ってこれるっていうやべえカードになるんですよ、これ。それがねちょっと強い感はある、ぶっちゃけ。このカードがその要は基本的にその1枚があの持ってれば、ボーンとスレイヤーの2枚に変わるってことだから、すげえ強いじゃん。これはバックアドじゃん。あれしかも墓地からも出せるし、ベンデットって。だそういうのはあるんだけど、ただね正直今のリンクスってまあその因果切断とかも流行ってるし、ベンデットがめっちゃ暴れるかって言われると、んー、まあそういうわけでもないのかもしれないなみたいなとこもあるじゃん。だからまあそうだな、だ意外と儀式の下準備もらったら環境に少し踊り出てくるかもなぐらいの感じになりそうなことない、実は。だから要は環境デッキの個数を増やすって意味で割とあると思うんだよね、このカードって。ちなみにまああのこんないろいろ言ってますけど、僕がやりたいことは1個だけで、そのデミスサーチしたいんですよ。儀式の下準備でエンドオブザワールドとデミスサーチしたいっていうだけなんですよ、俺は。わかります、それだけなんですよ俺。デミスを愛する男が、欲しいカード第1位これなんで、サクリファイスとかもいけますね、一応多分。だからあのイリュージョンの儀式とあのサクリファイス持ってくるっていうこともできると思うんでね、割とねそういうね昔の儀式デッキとかにも意外とワンチャンなんか活躍できるかもしれないなみたいなとかあるんで、実装してもいいんじゃねと俺は思ってるけど、ちょっとテストプレイはしてないからわからない。さあ続きまして第2位いきましょう。第2位はスケープゴート。これね単純に使いたいんですけど、その最近デュエルリンクスのお知らせでその高価ダメージエラッタするみたいなあのお知らせ来たんですよ。多分だから今後エラッタすれば出せるんですよ、カードを基本的に。だからそもそもトークン4体出すっていうこのカードを3体とかにしたらいけんじゃねっていうね。効果、まあ、スケープゴートの効果はもう言わずもがなで、トークン4体出して発動ターンは、召喚特殊召喚ができないし、トークンアドバンス召喚にも使えないっていう効果なんですけど、多分ね、あのね3体にしたらいけると思うんだよね、意外と。例えばそのスケープゴートブルーディーとか。ブルーディーってあれ、別にリリースだからアドバンス召喚じゃないので、一応そのだから相手のエンドフェーズにスケープゴート打ったらあの次のターンブルーディー出せるとかあると思うんですよね。あとエネコンドコストにするとか、ダブル、マジックアームバインドにのコストにするとか、なんかねいろいろね面白い、まあ、六角装置とかああいうの面白いコンボができると思うんだよね。まあ一応あの OCG の方ではリンク召喚の素材になるんで、まあちょっとぶっ壊れカードと言われがちですが、リンク召喚とかないリンクスでは意外といけるんじゃないかなと俺は思ってるんですよ。別に来たところでそんな怖くないかなっていう。一応上納寺のスキルでクソみたいなスキルがあるんですけども、あのスケープゴートみたいな、あのスケープゴートもどきみたいな
スキルがあるんですけど、あれもね別にね弱いし、やっぱカードで来てもいいと思う。俺はこのカードはシンプルに城之内ごっこしたいんで俺。だから壁として使ったりコストに使ったりするぐらいなんで、まあ、城之内のレベルアップ報酬で1枚でどうでしょう。さあそして栄えあるね、第1位に輝いたのはこちらのカード、サイクロン。いやどう考えても実装タイミング逃してんだろこのカード逃してんだろこのカード。コズミックサイクロンあるんだぞリンクスには。なんならコズミックサイクロンの方が強いぞリンクスでは。ライフコストを払うからなあのカードは。だからスキルが発動できるっていう意味ですり替えできたりとか、まあドローセンス使いたいとか、まあいろいろあるんだけども、どう考えてもコズミックサイクロンの方が強いぞ。だからまあちょっとサイクロンの効果はもう言わずものかなと思うんですけど、フィールドの魔法トラップカードを1枚選択して破壊するっていう、まあ自分のカードも一応破壊できるんで、まあそれも一応利点だし、ライフコストがないっていうのも利点ではあるんだけど、まあ例えばね、あのねアンティークギアデッキとか、ああいうのはあのそのこのサイクロンがあると結構自分でギアタウン割ったりとかするコンボは一応成立するんでね、ワンチャン強くなるかなっていうところはあるんだけどね。ただねそのリンクスってやっぱライフコストがもはやアドっていうゲームだし、その破壊じゃなくて除外っていう点からコズミックサイクロンの方が基本的に強いんだよ。基本的にはOCG の方でもやっぱ再利用を防ぐっていう意味であのコズミックサイクロンの方が強いっていうパターンあるじゃないですか。だからそれと同じ理論でね、多分ねコズミックサイクロンの方が強いんだよな。だから今さらサイクロンもなんかそのビビって実装しないは意味わかんないっちゃ意味わかんないの。確かにノーコストで11交換できるのは強いよ。確かに強い。確かに相手のバックをその何のコストも払わずに1日交換できるのは強いけど、コズミックサイクロンが横行してる環境でこのサイクロンが許されていない意味もよくわかんないっていうのはないか。まあぶっちゃけコズサイ3積みサイクロン3積みっていうなんかやべえデッキができそうな気がするからどんだけバック除去するみたいなデッキ出てくるかもしれないから、それはあれなんだけど、例えば実装実機的にそのリミット3とかにもういきなり指定しちゃうみたいなこととかどうなんだろうね。もうテストプレイしないとわかんないんだけど、この辺は汎用そのなんかそのバック除去6枚体制ってやっぱさすがに多いかな。まあ、そうは言っても今でもギャラサイとかナイトショットとか詰めますからね、一応6積みとかできますから、まあ、そこまで変わんないんじゃないかなと俺は思う。このまんまだと一生サイクロン来ないぞ一生。遊戯王ってのはサイクロンみたいなとこあんじゃんバック除去。まあ、ぜひねコナミさんには検討していただきたいなというふうに思っております。以上でございます。皆さんもどう思ったかぜひねコメント欄にバシッと書いていただければありがたいんで、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。